どん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 移行してって、うん、なんか平和、ほんと平和的、思ったより平和的で、もっとガチャガチャしてるかなと思ったんですよ。やっぱり年配の人が多いじゃないですか、うん、の座って座り込みをしてる方、うん、の沖縄の若い世代20代30代の友達とかどういう反応を持ってるかというか意見が多いかっていうのよかったら聞かせてもらえませんか。これ撮ってもいいですか。うん、あ、全然大丈夫です。はい、今日来てみて平和的だったっていうことなんですけど、はい、の辺野古に来られるのは初めてなんですか。初めてです。の集まってる方は年配の方が多かったように、うん、お見受けしたんですけど、実際に20代30代の世代の人たちっていうのは辺野古の基地についてどういう思いでいる方が多いかなって、周りではどうですか。思ったより辺野古を知らない人間が多いっていうのが自分の中に ありまして、うん、辺野古で起こってること の大きさとかその熱とかっていうのを知らずに、やっぱりフェイスブックとかで写真を見るだけので、どっちかというと関心もちょっと薄いような気がするんですけど、実際やっぱ来てみてほしいっていう気持ちにはなりましたね。一回は見てみて、それから自分の目で見たものを感じて、辺野古が何なのかってちょっとやっぱり知ってほしいっていうのが分かる気持ちになったのか。うん、どんなところが印象的でしたか。やっぱり人の優しさが、うん、こうやってきついやっぱり何時間も寒いところで、うん、座り込んだりしてる人間っていうのはもう少しシビアっていうか、ガツガツした感じなのかなと思ったんですけど、やっぱ話してみて、うん、優しい人が多かったっていう、うん、でその抗議でやっぱりテレビで映るのは怒鳴ってるシーンとかそういう抗議のシーンばっかりが映されてるんで、そういう厳しい人たちなのかなっていうものから、やっぱり優しい人たちが、うん、一生懸命頑張ってるんだなっていう、それが分かっただけでも今日来てよかったなと思いました。よかったです、はい、ありがとうございます。